ゼイアンは上コーチだなと再確認しました。1ヶ月前に神奈川選手権を終えて、で先週も関東クラス別無事優勝することができました。応援ありがとうございました。関東クラス別はまあ無事にね勝利を手にすることができましたが、関東が終わってから次の日本クラス別に対する気持ちが一切ね湧いてこなくって、トレーニングでの使用重量が落ちるわ、調整は進まないわでね、すごいモヤモヤしていました。半年間ね、まあ、調整して、そんでまあでかい大会も2大会戦い抜いて、まあ気持ちがちょっと切れてしまいましたね。なので、休みます。逆に休むなら今しかないんですよね。後で休もうと思っても大会直前になってしまうので、その時にはもう休めないんですよ。なので、リフレッシュするなら今しかないんですよね。なので、急遽1週間オフにすることにしました。実はね、5年前に、会社を辞めて、まあ、YouTube を、頑張り出してから連休をね取ったことがないんですよね。仕事仲間に提案すればまあ休めるかもしれないんですが、いろいろ余裕ができたらまあ週2日のね、まあ、休み制度に、まあ、してもらおうかなとかちょっと思ってます。今日からの1週間リフレッシュのまあ目的なんですけど、完全に心身ともにねリフレッシュさせて、疲れだったりストレスをねもう体から完全に取り除いて、日本クラス別に向かって突き進もうっていうねまあ狙いがあります。まあ最初はまあ自分の思いつきでまあとっさにやろうと思ったんですけども、勝手にやるのもねもちろんダメなんで、まあダイエットコーチである IFBB プロのベンヤン君にねまあ LINE で恐る恐るちょっと提案してみたんですよ。そしたらね、全然ありだよってね、逆にそれができるんならぜひやってほしい、一度リセットさせた方がまた集中できると思うよ、コンディションはまあ過去1いいと思うし、1週間ちょっとはリフレッシュしなっていうね返事が返ってきて、やっぱりねゼイアンは神コーチだなと再確認しました。ダイエットして大会出るって体に半端ない負担がかかるんですよね。僕は去年からちょっと思ってたけど、ちょうどいいのがまあ2試合かなと。だけど今年は人生で初めて3大会出ます。1週間くらいトレーニングも休んで、食べたいもの好きなもの食べてリフレッシュ期間設けても全く問題ないと思うし、逆に起爆剤となって残りの期間頑張れると思うんですよ。だから疲れちゃった選手はぜひリフレッシュ期間設けることをちょっと検討してみてください。